大富神社は福岡県武前市にある神社である。旧社格は県社で神社本庁の別表神社。住吉大海は宗方大臣、八幡大臣を祀る。現在は大富神社と称するが、古来は宗方八幡社とも称され、大富神社神用の古い鏡には大富の神とも宗方の神とも記されているという。はじめ、まばというものが、 胸形三女神の信託が下されたのに始まり、宗形神社法教記によると、白鳳元年、山田省庁横部坊に、住吉大海は、八幡田大臣の信託が祀ったという。社殿によると、主神天皇の時代、この地で薬病が流行したが、国主が当社官主に祈祷させると速やかに収まったという。演技式神明朝の記載はないが、 日本三大実録の上岸2年10月3日上には、武前国大不審に、十五石田を十区とある。当地には、平安末期頃、宇佐神宮の御六寺があり、宇佐神宮との関係が深い。境内には、古来宇佐宮への直至がこの地に宿泊する際に水を、汲んで供した、直至と呼ばれる井戸があり、現在でも神職が、宇佐宮にこの井戸の水を持参している。周囲は、 水田が広がる、のどかな田園地帯である。本殿は、河江五年の建造。本殿の軒は、木付構造であるが、通常の一本のカツキで軒を支えるのでなく、木付を二重に使って軒を支える、独特の構造で、便宜的に、はかりきつ構造と名付けられ、全国的に見ても建築学的に貴重な軒構造とされている。ありがとうございます。